はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回は、なぜ体制側に寄り添ってしまうのか、寄ってしまうのか、小西博之議員の件、なんていう話題、喋っていきたいと思います。ラジオ動画では初の政治家関連のトピックじゃないですかね。まあ、そうは言っても、イデオロギーとか政策理念の話ではないです。 小西之参議院議院員って知ってて知ますか、えっと、元総務省の官僚で、千葉県から出てるのかな。現在、立憲民主党に所属している議員さんなんですね。つい最近、自民党の高市早苗議員を放送法の解釈問題でね、こう追い込んでというか、高市さんに辞任をこう要求しているようなことをやってました。報道の自由を守るとか、そういったようなまあ大義名分になるのかな。 そんな小西さんなんですけれども、えー、憲法審査会という、まあ、部会の件で暴言をちょっと吐いちゃったんですよ。まあそれはまあいいですで。問題はその後、その暴言に関連して一部メディアに対して変更報道だと。法的措置をするぞなんていう形でそのメディアに対してぶつけちゃってるわけですよ。まあ、いわばブーメランになっちゃってるんです。自分が攻撃してたことと 似たようなことをメディアにやっちゃってるっていうことなんですね。ね。イデオロギーとか政策理念の話じゃないでしょで。まあ、与党、野党っていうポジションで、こう、政治的なアクションって違ってくると思うので、えー、なんていうのかな、こういった意味不明な行動っていうのが、まあ、野,野党の人は起こしやすいのかわかんないんですけど、 どうしてもね、自分は心境的に体制側に寄っちゃう傾向があるんですよ。実はそう思ってしまうのはえ、今回ね、ラジオで話そうと思ったことにつながるんですけど、今回の小西さんのような方とね、昔やり合ったことがあるんですよ。まあ、人物の特定とか、なんとか、されちゃう可能性がある話なんで、そんな特定されちゃうとまた、 その方から名を毀損だとかって言われちゃう可能性があるんで難しいところなんですけどもうまくぼかしてね話していこうかなっととにかく似てるんですこの小西さんのリアクションとうんえ立場的にね自分はその与党のような立場でとある団体の中でですねいろいろと物事を決めていくにあたってサポートするポジションにいたんですねでその方っていうのはその体制側ではなくて 野外側にいらっしゃる方でもうとにかくその団体の体制側の物事を決める側に対して反対意見をぶつけるタイプなんです。で論理的な理由で反対を、反対意見をぶつけたり、えー、間違いを指摘してくださる、そういったところは何ら問題ないし、ウェルカムなんですけれども、もうとにかく反対。しかもね、その反対の先に陰謀論というか、 業者とゆ癒着してんじゃないかとかリベートもらってんじゃないかキックバックもらってんじゃないかっていうようなことを根も葉もないことをねぶつけてきてたんですよねでその方のそういった、まあ、絶え間ない圧力で体制側のメンバーが一人また一人メンタルをやられていくんですよ何にも悪いことしてないわけですのでだからこちらとしては意を決してですね 急に言ったわけじゃなくて、会を重ねた後に、もうルールに乗って対応しますと、そういった根も葉もないようなことに対しては、こちら側としても、毅然と対応しますというようなことを、まあ、もっと厳しい言い方をしたんですけれども、会議で決めて、その会議の中身を当然議事録に残したわけですね。そうしたら、その議事録の記録に対して、ね、ものすごい剣幕で、 議事録削除しろ。目を潜んだっていう形で迫ってくるわけですよ。当然気持ちに対しても、もう連日、一回の電話が1時間から2時間ぐらい電話でですね、もうずっとかけてくるんです。もう今回の小西さんと一緒なんです。内容はもちろん削除しろ。訴えるぞ。訴える、訴えるって言い続けることってある意味 不利になるはずなんですよ。訴えるという言葉を連日聞かされて、こちらのメンタルがやられてしまった場合っていうのは違う問題が発生しますので、まあ大変でしたで。最終的にはですね、法務局という、まあ法務省の管轄にある部局の人権擁護委員会というところに申し立てをされてですね、その方が。人権侵害の疑いがあるという形でね。 もちろん、そんなことはないんです。最終的な、その、人権擁護委員会の結論っていうのは、人権侵害の疑いはないという結論で、何ら問題なかったんですけれども。まあでも、一般人からするとですね、まあ裁判というところまで行かないにしても、人権の、人権侵害の疑いがあるなんていうことを言われるわけで、ものすごくやっぱりメンタルをやられるわけなんですよね。 で、その後もずっとずっとずっとその問題を引いて10年以上続いてました。はい。もう、今回の小西さんの、小西博之さんの応対を見るにつれ、それを思い出してしまうんですよ。ね、イデオロギーとか政策理念の話じゃないでしょ。なんかね、このさっきの与党野党のポジションによってどうしてもアクションが変わってきて、 与党のことに対して野党はそう突っ込みをする、まあいわゆる荒を探すというか、もちろん政策を決めるのに協力している野党もいるのは知ってるんですけれども、そういうのを見ると、どうしてもこの自分が経験したことを思い出してしまって、アレルギーのように反応してしまうっていうのは正直あります。本当当時大変だったんですよ。仕事にならないし、 多発性円形脱毛症っていうのができるぐらいで、大きなこう、100円玉、500円玉ぐらいの大きいものがボーンと一つできるのではなくて、小さな1センチ未満の本当に米粒、米、米3粒ぐらいの小ささのツルツルがですね、頭の中に7箇所、8箇所できるぐらいな感じ。大変でした。え、ね、まあ一般人なのでその方は。 まあ、しょうがないんですけど、今回の小西さんっていうのは国会議員なわけですよ。ご自身が、こう、総務省の課長補佐をやっていたことを、こう、まあ、傘にかけた発言をしたりとか、そういうこともしてるので、それと似たようなことをやはり言われてるんですよね、当時ね。うわーってなっちゃって、うわ、来たよ、こんな人、みたいな、いうふうで、思わずこれはラジオにしなきゃ、っていうふうに、 思ったんです。だから、この自由民主党がどうとか、立憲君主党がどうとかではなくて、自分がもう20年近く前に得た経験、そこでぶつかった方と全く同じような行動をしていらっしゃるっていう、小西さんの、こう、言動、行動をですね、思わず喋らずにはいられないということで、ラジオにしてみました。この小西博之さんが出ていらっしゃる、例えばアベマの、 アベマプライムとか、いろんなところで立ち振る舞い、えー、確認することができると思います。まあ、どんな風に映るのかね、また皆さんからのコメントを伺いたいな。こんな風にすると、当の、まあ、こんな底辺 YouTube、小西さんが見つけるとは思いませんが、本当っさ小西さんから名誉毀損で訴えられるかもしれませんけれども、まあ、それはそれで、その様を見てですね、 有権者というか、皆さんはどう、皆さんにどう見えるのかね、そんな風に、そんな部分もね、ちょっとね、コメントいただきたいなというふうに思います。いや、本当に、正義っていうものをね、自分に対する自信という意味では大事なんですけれども、それが外側に向けられると、本当に怖いなっていう、究極の事例として、ちょっとね、ラジオで話題に出させてもらいました。皆さんはどう思われたでしょうか はい。最後までおしゃべりお付き合いくださりありがとうございます。また別のラジオ動画でお会いしたいです。ありがとうございます。お疲れ様です。